映画館シアターイメージフォーラムの前で精神の上映時間待ちをする人々精神は日本のドキュメンタリー映画映画監督の総タワヒロシによる2007年度作品選挙に続く観察映画第2弾第13回不山国際映画祭の最優秀ドキュメンタリー賞を受賞また第5回ドバイ国際映画祭でも 最優秀ドキュメンタリー賞を受賞した。さらに、マイアミ国際映画祭で審査員特別賞、香港国際映画祭で優秀ドキュメンタリー賞、日本国際ドキュメンタリー映画祭で宗教を超えた、審査員賞を受賞。2009年6月、アステア配給で日本全国順次劇場公開。精神科クリニック、コラール岡山を舞台に、心の病を患う当事者、医者。 スタッフ、作業所、ホームヘルパー、ボランティアなどが複雑に織りなす世界を観察したドキュメンタリーである。世界保健機関によると、世界で1億5400万人がうつ病に、2500万人が統合失調症に苦しんでおり、毎年80万人以上が自ら命を絶っている。そのような現実の中で、日本社会がタブーとしてきた題材を正面から見つめ、 当事者たちの日常生活、思想、不安、悩み、苦しみや喜びを描く、など、ありがとうございます。